竜宝は、神奈川県鎌倉州駅にある、総東州の寺。三号は日に山。本尊は、釈迦如来像、会期は、北条綱重、解散は、大女僧へ禅寺である。文紀三年、三代目玉縄城主、北条綱重が、玉縄城の東北、三居に会期し、寺地を寄付して、工場ナインとし、大女僧栄大予償をもって解散した。なお、 綱重の改名が、随行院殿実習送信大古寺だったため、寺も、随行院と呼ばれた。天正三四代目、上主、北条氏勝が三代目、上主、北条氏重を弔うため現在の地に移し、氏重の改名から寺名を、龍宝寺と、改めて建立した。その当時は、玉川北条氏の悟り包み寺として栄えた。 後年、新井白石が付近の城巡りに過労を得ると、白石は竜宝寺に200国を献上した。また朝鮮通信誌の宿舎として使われたこともある。明治10年1月に、佐田宗寺境内より、玉縄学校が移転し、その後昭和12年8月に現在地へ移転するまで50年近く、山門内に置かれた。昭和23年4月8日、 宗教法人竜宝寺玉縄幼稚園創立。昭和26年火災により三門、首楼以外を全焼したが昭和34年に再建した竜宝寺大和旧石池住宅。ありがとうございます。